大人の遊びをしようじゃないか。レブレッジ投資家、一木です。本日もよろしくお願いいたします。NVIDIA CEO 発言で、即る爆上げ予定通りですね。現物のアメリカの株式の取引は大人のし並みです。作戦会議、スタートです。 私の収入は、私のチャンネルはね、労働収入からの入金をやめて、資産収入、資産をね、移動させるだけでね、資産を形成していきましょうというチャンネルで、もう労働収入からの入金はストップしております。これを理解していないアンチがね、なんかネットボケたこと言ってきますけれどもね、私は自分の持ってる資産、リターンが乗ってる、プラスになってるものを売って、安くなってる株を買っていくというね、チャンネルですので、 いつまでも労働収入からね、お金を入金しているね、他の YouTuber さんたちと一緒にしないでください。 NVIDIA CEO、顧客との関係、緊迫ということで、AI 半導体争奪戦でということで、まあ、NVIDIA が、ね、今直面しているものというと、ブラックウェルの出荷ということになります。これが、ね、市場にしっかりと供給できるのかどうかというところが、ねまあ、焦点になっていたと。こちらは11日サンフランシスコで開催されたゴールドマンサックスの会議。 こちらに、ね、出席してその話をしたということで、まあ、NVIDIA はね、それまでは軟調だったんですけれど、しっかりと上昇していってると。まあ、日本時間では23時30分あたりですかね。 こちら、アソクルだったらどうなんだということで見ますと、まあ同じぐらいの時間帯からね、しっかりと上昇していってると。えー、ソクルはね、えー、半導体企業連合体ですよということを言っていると、え、半導体企業連合なんですかってアンチがわけわからんことを言ってきますけれどもね、NVIDIA を筆頭にしっかりとね、半導体メーカーで構成されている、えー、ETF という、ね、ことになっております。えー、NVIDIA がしっかりと牽引していきますと、えー、ソクルもバック上げしていくということですね。 しの方のチャートで見ますと、出来高を、ね、伴った上昇、金曜日につけた陰線を、ね、大きくアウトパフォームしているということになりますので、このまま、ね、高値を更新していってくれるのかどうか、ここが、ね、こうご期待ということですよね。ただね、空売りの方はは、ね、若干増えている状態、ただし、縦玉比率の方は下がったまま。 ソクロ今買うべきかどうかということで終わり値が32.22ということになってきまして 70.08のね、52週の高値から、まあえー、50%以下が見えてきたぞと、と、えー、いうことに、ねえー、なっております。月曜日からの安値見ますと、えー、26.15、火曜日が26.24、水曜日が27.08ということでね、まあ、だんだん安値の方も切り上がっていってるということになりますんで、まあ、この価格帯で買えるのがね、えー、最後のソクルになるのかということで、まだソクルね、 買っていない方、まあいてるのかなと思うんですけれど、買い損ねた方はね、まあ最後の会話になってるんじゃないかなと思います。 私が保有しております32株プラス3.08、59株プラス4.67、85株プラス12.24と、まあ、いうことで、しっかりとね、プラス圏内に戻ってきたということになります。8月5日に底をつけ26営業日経っております。44営業日以内に100%上昇があるとね、私は踏んでおりますので、その通りになるのかどうかしっかりと観測してデータを集めていきたいと思います。 テスラ、2倍ブルですね、こちら、大きく下ヒゲをつけているんですけれど、ちょうどこれ、ボリンジャーバンのプラス2シグマにも当たってくるということに、ね、なりますので、ちょっと伸び悩んでるのかなと、ただ、出来高の方がね、この2日間ついているということなんでね、このまま上昇を、ね、期待していきたいところと、空売りの方は、ソクル同様ね、増えてるんですけれど、縦玉比率の方もね、やっと下がってきたかなと、ソクルよりは下がっていないという状態ですね。 テスラ2倍ブル、今買うべきかどうかということなんですけれど、終わり値が10.73ということでね、とうとうね、50%台のね、下落率っていうのではなくなってきたということになりますんでね。まあ、あとは、ここからね、40%、30%、 引きということになってくるとあまり旨味がなくなるんでねまあ、これだったらソクル買ってた方がいいのかなということには変わりはありませんと374株保有はマイナス -26.52 150株保有はプラス44.45ということになってきますんでまあ、早くね150株保有の方がま100%に戻っていってほしいなというふうに思います DMF の方ですねこちら52週の最安値、ね、38.3に戻ることはもうないだろうということでね、まあ、チャートで 的に見るときっちり右肩上がりということで、まあ、ボリンジャーバンドプラス2シグマに沿ったね、上昇を伴ってます。まあ、上ヒゲがついてるのはご愛嬌ということで、まだボリンジャーバンドプラス2シグマに沿ったね、バンドウォークが終わってるというわけではありませんし、まあ、しっかりと出来高もついていってるんでね、まあ、このままじりじりと債券なので上がっていくんじゃないかというふうに考えております。DPST、地方銀行の連合体の方はね、若干部が悪いのかなということで、とうとうね、下ひで でオリジナルバンドマイナス2シグマにタッチしたということになりますので、ここからバンドウォークでね、再安値目がけて、どこまで下落していってくれるのかというところ、まあ、ここはね、結構楽しみかなということですね。ただ、今、リセッションが来るとなると、地方銀行というのはね、いの一番に打撃を食らうと思いますので、 まあ、ボリンジャーバンド、マイナス2シグマに沿ったバンドウォークが起こったとしてもね、ちょっと中途半端なところだったらインするのは控えた方がいいのかなと個人的には思っております。はい、QLD ですね、えー。こちらも下ひげたっぷりつけまして、金曜日にね、えー、つけたイン線の方を、まあ、しっかりとアウトパフォームしてきているのと、この後は8月22日につけた 100ドル57セント、ここをね、抜いていくと、上昇トレンドに戻っていくということになりますんで、まあ今週中にね、できれば上昇してほしいんですけれど、来週に持ち越すのかなというのがね、今の印象です。1日遅れで出ますレバナース、基準価格は37,293円です。 ドル円の方はね、やはりじりじりっと円高方向に向かっていってるのかなと思います。一時ね、140円台になっていたということもありますんで、まあここはね、130円台も見えてきてるんじゃないかというふうに、ね、思います。10年歳の方もね、まあしっかりとバンドウォーク中で下落しているということで、じりじりとね、下がっていくと、ドル円は円高方向、債券はしっかりとね、 利回りの方が下がっていくというね、えー、ターンに入ってきたと。えー、2年もの10年もの超期金利差逆転。こちらの方は、えー、解消してから4営業日経っております。ただ20年債30年債の逆イールド。こちらはまだ解消してませんのでね。まあ、こちらが解消して、 まあ、2年祭、10年債20年債30年債逆リード解消。こうなってからね、まあ、何日で暴落が始まるのかっていうのもね、カウントダウンしていきたいと。ファングプラスですね、こちらの方も金曜日につけました大きなね、陰線。こちらはもうアウトパフォームしておりますので、QLD 同様ですね、8月22日につけた、まずは直近の高値をね、上抜けしていくことができるのかどうか。ただ、ファングプラスのチャートを見てますと、まあ、QLD とほとんど一緒なんでね、まあ、QLD 見とといいいのかなという気もしますよね。ファングプラス、QLD、SP500、この辺りはね、やはり私の中では兄弟だということになっております。1日遅れで出ますファングプラス、基準価格は5万1587円と若干、ね、回復してきております。レバレッジ型の商品は長期保有に向かないと言われておりますけれど、今年、 リバランスを終えましたテスラ2バイブルプラス44.45まで回復しております。いつきレバダンス2023年1月から12月まで積み立てたものです。こちら56.64まで回復。2022年10月に購入したソクルは365%まで上昇ということになってますんで、まあ、レバレッジ型の商品でもね、しっかりと安い時に買って長期保有しても何ら問題ないということを証明していきたいと思います。 売却の方はありませんので、実現利益に変化はなしと、え、利下げ観測予想ということで、まあ、マーケットはね、トントン拍子の利下げを望んでいるんですけれど、CPI の方が出てきましてね、9月ひょっとしたら利下げがないんじゃないかということで、一瞬株価が下落しておりましたよね、ということになりますんで、マーケットの希望と FOMC メンバーたちが同じようなね、え、ことを考えているのかどうかというのは、ちょっとね、 怪しい展開になってるんじゃないかなと。まあ、ほとんどの人がね、9月利下げがあると思われてるんですけれど、85%。私は以前ないと思ってますんで、蓋を開けて9月の FOMC でどうなっていくのかどうかがすごく楽しみです。絶対に負けない取引。株価が下がれば、含、えー、み損増えるのは当たり前。株価は下落と上昇を繰り返していきます。損切りする必要はありません。ただし、 安くなったところで買えるのかどうか。タイムリーに今回、速度をね、購入しようと思われた方は結構下で買えてますかということでね、下がっていけばあ、まだまだ下がるんじゃないかということで、なかなか買えない。ちょっと反転上昇していて30ドルになってしまいますと、ああ、ここで買っておかないと買い損ねるということでね、まあ意外と下で買えずに、まあ、30ドル前後ぐらいでね、購入されてる方が多いんじゃないかというふうに思いますけれど、まあこれがね、そこで買うことの難しさ。 さということになりますんでまあ、大底で買うんじゃなくてね、えー、そこね付近で買っておけば問題ないんじゃないかなと、えー、個人的には思っております、えー、株価戻るまで余裕ぶっこえて感染するためにはしっかりと安くなったところで大量スポット購入と株で勝つためには入金力これを高めていくしかないということでねそれは、ね、株下がってもお金なかったら買えませんからねと最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうお待ちしております